心はウェスタロース。心はウェスタロスではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます。 YouTube とポッドキャストで同じ内容を配信しています。なおこの音声はドラマゲームオブスローンズ最終章までと原作のネタバレを含みますのでご注意ください。そして今回の音声は写真を使って説明する場面が多いので YouTube での視聴をおすすめしています。お送りするのは私キャミーとケンです。お願いします。お願いします。はい、ということでですね、はい、今回は緊急招集をかけました。はいはいはい。なぜかと言いますと、ゲームオブスローンズの前日譚であるハウスオブザドラゴンの正式な、放送配信日が発表されました。はい、ついにですね、はい、これまでね2022年放送とだけ、明かされていたんですけれども、つい数時間前にその正確な放送日が、発表されました。はい、はい、ということでね、今回はその、ね、前日譚シリーズでありますハウス・オブ・ザ・ドラゴンについての新情報を、ほやほや熱々のドラゴンのエッグ状態で、ホットパイ状態で、はい、はい、お送りしたいと思います。はい、はい、ちなみに今からお話しする内容は、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンのあらすじやキャラクター紹介以外のネタバレは含んでおりませんので、ご安心ください。しかしね、まっさらな状態、前情報ゼロの状態でドラマを楽しみたいという方はここから先の視聴をお控えください。はい、はい、ではね、まずはじめに、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンについて全く情報をお持ちでないという方のために、簡単な、ね、あらすじを紹介した上で、今回発表された気になる公開日、さらに新たに公開された、ビジュアルだとか、登場人物のスチール写真、さらにはその考察、そして HBO 公式サイトの更新に伴って追加された新キャスト情報、そしてね、一番気になるのは、まあ、日本でのリアルタイム配信かなと思うので、まあ、そのことについてもお話ししていきたいと思います。はい、はい、ということでハウス・オブ・ザ・ドラゴンについて全く、事前知識のない方に向けて、簡単な、ね、あらすじを紹介したいと思います。公式サイトにはですね、ジョージ・ R.R. マーティンの炎と地に基づくこのシリーズはゲーム・オブ・スローンズの出来事の200年前を舞台にターガリエン家の物語を描くというふうに書いてるんですけれども、これをね少しだけ補足して説明しますと、このハウス・オブ・ザ・ドラゴンのメインストーリーはゲーム・オブ・スローンズの時代の約170年前に起きた双竜の舞踏、まあ、ザ・ダンス・オブ・ドラゴンズですね、はい、になります。これらはファイアー&ブラッドという、まあ、原作がありましてですね、炎と地という名前で日本語でも書籍化されています。ということでこの双竜の舞踏はね、あのウェスタロス市における、まあ、超ビッグイベントなんですけれども、まあ、簡単に言うとターガリエン同士、細かく言うとイボ兄弟同士での鉄の玉座を争うという、まあ、ストーリーなんですよね。はい、まあ、しかしね、ゲームオブスローンズと大きく異なる点がありまして、それはまあドラゴンの数というのがまあ分かりやすいかなと思うんですけど、このハウス・オブ・ザ・ドラゴンにはなんと少なくとも17頭のドラゴンが出演することが登場、まあ、はい、分かってまして、さらにはそのドラゴンに乗るドラゴンライダー、まあ、ゲームオブスローンズではデナーリスとジョンとあとは夜の王ぐらいでしたからね。そうですね、はいはい、ドラゴンライダーがいないドラゴンもいます、原作ではね。なるほど。ただテレビでどうなるか分かります。はい、そのドラゴンライダーもたくさん、出てくるということですね。で、まあ、さっきね原作はあるというふうにお話ししたんですが、まあ、ちょっとね、あの物語というか特殊なね書かれ方をしている原作なので、まあ、今回作られたドラマハウス・オブ・ザ・ドラゴンがその原作に対して、まあ、どこまでね忠実かはまだまだわからないという感じなんですよね。そうですね、うん、はい、まあ、詳しくはね以前アップしたハウス・オブ・ザ・ドラゴン関連の、うん、まあ、動画をチェックしてほしいんですけど、はい、まあ、YouTube の方に貼っておきましょうか。そうですね、はい、それでは
本題の気になる公開日ですね。ズバリケンさんお答えいただきます。はい、ですね、公開日が決定しまして、はい、2022年8月21日ですね。お、はい、今年の向こうの日曜日かな。そうです、はい。もしリアルタイムでやるんだったら日本の月曜日ですね、うん、これ実はね、はい、今ねトークする前に、うん、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンがもしかしたら8月に公開されるかも、はい、みたいにね考察動画をね収録してね、うん、編集までしたんですよ、はい、で今日のね3月31日の夜にアップする準備はしてたんですけど、はい、してました。なんとね今日朝起きたらね、はい、もうツイッター来たらビッグニュースですよ荒れてましたねトレンド入りしてましたよ、はい、私ねあの早寝早起きを試みてるんですけど、はいね、今日6時前に起きて、うん、朝スマホ来たらええー、と思ってさっけんじゃねえよと思ってね、編集まで終わってたのにと思って、ね、そう編集はね全部キャミーさんがやってくれてるんですけど、はい、かなりね結構凝った動画になったつもりだったんですけど。そうなんですよ、もうケンさんもねあの、はい、大手を振って、うん、8月に絶対公開やって今回こそ当たるって言ってましたけど、うん、まあ、8月21日、まあ、日本だと22日、うん、月曜日の午前中に、まあ、公開されることがもう確実に決定されました、はい、ということで8月21日公開決定のお知らせとともにハウス・オブ・ザ・ドラゴン公式のアカウントとか、まあ、ツイッター、インスタに上がった、まあ、ビジュアルとなるようなポスターですかね、うん、そしてそれに伴って新たに公開された、まあ、キャラクターのスチール写真なんかを、みんな見ていきながら解説していきたいと思います。まずポスターですよね。この8月21日と書かれたポスターなんですけれども、まあ、今にも割れそうなドラゴンエッグというか、まあ、ちょっと火にくべられてるのかなという感じもするんですけど、うんうんうん、まあ、その後ろにうっすら映るのはドラゴンですかね。そうですね、ドラゴンの目が見えますね、うん、はいはい、このポスターね私が確認できた限り全部で5つのバージョンがありまして、はい、うん、ハウス・オブ・ザ・ドラゴン公式アカウントと各国の HBO Max のアカウント、うん、まあ、例えば HBO Max の南米のやつとかがそれぞれ微妙に異なる写真をアップしてるんですけど、うんうん、よく見るとですねドラゴンエッグの割れてるところ、うん、まあ、割れてる箇所が違うんですよね。亀裂の入ってるね箇所が、うん、そうですね。あとなんかキャミーも言ってたんですけど色が微妙に違う。そうなんですね、ちょっとこの写真の明るさとか彩度を上げてみると、うん、絶妙にねあのドラゴンの色だとか目の位置、うん、そしてそのドラゴンの質感というかこの鱗っていうんですか、うんうん、鱗のなんかきめ細かさとかがちょっと個性がそれぞれある感じで、うん、まあ、言ったらビセイリオンの卵の緑色とか、うん、ドラゴンの赤黒みたいなそういう個性があるようにそれぞれが違うドラゴンの卵なのかなという写り方をね、うん、してるんですよね、はい、うん、あの発表ではねどのドラゴンエッグがどのドラゴンとか、はい、何を意味してるかとか、うん、特にねあの発表はされてないので、うん、ちょっと分かんないんですけど、はい、まあ個人的にはねなんか公開日に近づくにつれて、うん、なんか少しずつまあ、その姿が分かってくるとか、おとかドラゴンエッグがちょっとずつ割れていくとか、はいはい、そういう写真をね都度アップしてくれたら、うん、まあ、うん、面白いかなと。ねえ、そのまめなことしてくれたらいいですけどね、うんうん、これやっぱりこの5体が 出てくるドラゴンなのかな。うーん、じゃないかな。ケンさんの中でドラゴンは何体か想像はできてるんですか。ケンさんね原作読まれてますもんね。うん、あ、総理の舞踏はですね、うん、全部で20頭ぐらい出るんですよ。おー、ただジョージ・アール・マーティンはハウス・オブ・ザ・ドラゴンには17頭出るって宣言してたので、うん、まあ大体わかります。おー、どのドラゴン出てくるか、はいはい、じゃあ次はですね新たに公開されたスチル写真ですかね、はいはい、まず、今 YouTube の方に画像を上げているのがヴィセーリス・ターガリエン王の新たな写真なんですけど、彼のキャラクターはどういうキャラクターかと言いますと、ハレンホールの代表議会にてウェスタロスの領主たちにより老王ジェヘアリーズ・ターガリエンの後継者として彼が選ばれています。温かく優しくまともな男であるヴィセーリス
スは祖父の遺産を引き継ぐことだけを望んでいる。しかしゲームオブスローンズから学んだように善人は必ずしも偉大な王になるとは限らないというふうに紹介されていまして、パディ・コンシダインという俳優さんが演じています。はいはいはい、はい、なんか最初の公開された1分のね予告の動画では鼻から下しか映ってなかったんですけど、今回ようやくこの衣装を身にまとったターガリエン王、ビセリス・ターガリエン王が、まあ、公開されてますよね。うんうん、そうですね。で予告編にはですね、はい、剣を持ってるんですよね。うん、でその後ろはちょっとねぼやけてるっていうか、うん、暗いので分かんなかったんですけど、はい、写真のサイドと明かりを上げるとどうやらねバリリア港の探検、うん、ね、探検ね、アリアが持ってたやつ、はいはい、それが胸元になんかこう飾ってあるというか、うん、今回はっきりとそれがね分かるように、そうなんですよ、映ってますよね。今回はもうもろに見えます、うん、はい、はい、胸のとこですね、うん、はい、だからもともとこの探検はターガリエンのものだったのかなというのが分かりますけど、うん、ただですねアリセント・ハイタワーも予告編でね、はい、この持ってて、はい、誰かを刺そうとしてるんで、ね、うん、ハイタワー家かターガリエン家か、そうですね、はい、どちらかの、まあ、王族のそこら辺の側近が持ってたんでしょうね、うんうん、はい、そして2人目はプリンス・デーモン・ターガリエンを演じるマット・スミスの写真ですね。彼は先ほど紹介したヴィセーリス王の弟であり王位継承者でもあったわけなんですね。そして彼は無比の戦士であり真のドラゴンの血を持つドラゴンライダーである。しかしターガリエンが生まれるたびに神々はコインを空中に投げると言われている、うん、まあ、これはゲームオブスローンズの方でも、バリスかなんかがね残した名言でもありますよね。はい、まあ一番人気でしょうね。そうですね、まあ、す今見た段階だとツイッターではマット・スミスのこのしてる写真に一番いいねがね何万件もついてたし、インスタもね、そうですね。で、はい、彼は前の、1分の、ね、予告動画でも出てましたが、はい、彼が持ってる剣は、まあ、おなじみというか、はい、以前も紹介したダークシスターというバリリア公、そうですね、ターガリエン家の家宝で、うん、バリリア公のダークシスター、はいはい、そして3人目がプリンセス・レイニラ・ターガリエンを演じるエマ・ダーシーのスチル写真ですね。彼女は王の第一子、まあ、ヴィセーリス・ターガリエン王ですね。純粋なバリリアの血を引くドラゴンライダーである。多くの者はレイニラは全てを持って生まれたというが彼女は男として生まれなかったという、ね、説明文がありますが、このレイニラ・ターガリエンは、前のね1分の予告動画では先ほど説明したマット・スミス演じるデーモン・ターガリエンと共に、うん、まあ、映ってるシーンが何回かありましたよね、うん、この2人はよくねコンビというかよく一緒にいます、うん、はい、でこの間の1分の予告動画の解説ではお伝えしなかったんですけど、この、ね、海辺を歩く2人のねシーン、はい、ちょっとこれこそ明るさをね上げると、うん、レイニラの後ろのホックが全開という、うん、はい、まあまあまあここは考察に当たる場面かなという感じなんですけど、はい、このマット・スミス演じるデーモンと、エマ・ダーシー演じるプリンセス・レイニラ・ターガリエンの関係性やいかにという感じですね。そうですね、超要注目キャラだと思うので、うん、まあ、楽しみですね。まあ、だからその総流の舞踏となる、まあ、一人ですよね、はい、このレイニラと後で紹介する人が対決をします、うん、それがまあ総流の舞踏ということですね、はい、そして4人目はオリビア・クックが演じますアリセント・ハイタワーの、スチル写真ですね。彼女は王の手であるオットー・ハイタワーの娘であり七王国で最も美しい女性、レッドキープで育った彼女は国王やその周辺の人々と親しく宮廷的な優美さと鋭い政治的洞察力を兼ね備えているということで、まあ、先ほど説明しましたが、まあ、前回の1分の動画では彼女が、バリリア港の探検ダガーを握りしめて、まあ、走ってるというようなね描写も映ってましたけど、はい、なんかターガリエンの
さっきのねレイニラに比べたら、うん、すごいレディーな感じですよね。そうですね、メイクの感じとかも、うん、まあ、七王国で最も美しい女性と言われているだけあって、はい、うん、で彼女の胸元にはもう七神のマークのなんかネックレスのようなね、うん、ものがありますよね。7つのポイントがありますよね、うん、はい、あの彼女がね身につけてるドレス、はい、緑色なんですけど、うん、この緑はねすごいポイントになってくるんで、はいはい、基本的にやっぱりね、今まで紹介されたものとかも緑の服を着ていますよね、うん、はい、はい、そして5枚目のスチール写真がスティーブ・トゥーさんと演じるコアリーズ・ベラリオン公、まあ、別名海蛇というキャラクターですね。そして彼の隣に写っているのがイブ・ベスト演じるプリンセス・レーニス・ベラリオン、もともとターガリエン出身の女性ということで、はい、まずこのコアリーズ・ベラリオン公、彼はターガリエン家と同じくらい古いバリリアの血統を持つベラリオン家の領主である。ウェスタロスの歴史上最も有名な豪快探検家ですね。彼は自分の家をラニスターよりも裕福で世界最大の海軍を擁する強力な座に築き上げた人物。そしてレーニス・ベラリオンはドラゴンライダーでありコアリーズ・ベラリオン公の妻である。彼女は戴冠セザリシ女王というあだ名がつけられていて、まあ、代表議会で王位継承者として選ばれなかったという過去を持っています。なぜなら王国は男性であるという理由だけで彼女のいとこであるヴィセーリスを支持したからだというね、はい、女性なんですけど、まあ、2人は夫婦ということで、なんかゲームオブスローンズでは珍しいかな、なんか愛し合ってるような雰囲気がね、うん、漂ってくるような夫婦なのかなという感じもするんですけど、はい、コアリズ・ベラリオンの方なんですけど、うん、このベラリオンってあまり聞き慣れてない方も多いと思うんですが、はい、今回初登場の家ですね、うんうん、まあ、ゲームオブスローンズの時代もまだいたんですけど、そうですね、はい、テレビドラマには出てこなかった、うん、超強力な家です。めちゃめちゃだってお金持ちのね、はい、家ですし、あの一編の予告動画ではかなりきらびやかな衣装に包まれて、うん、まあ、結婚式の高砂に向かうのかなというようなベラリオン一家がね、うん、映ってましたし、はい、まあ、新たなポジションとしてかなりいいキャラクターを築き上げるんじゃないかなというような予想も立つ見栄えですよね、2人とも。そうですね、うん、コアリーズ・ベラリオンは、はい、海が専門というか、なるほど、はい、海軍の築き上げた人なんですけど、はい、その人がレーニス、うん、まあ、ドラゴンライダーの方と結婚した。なるほどなるほど。海と空が結婚したみたいな感じ。おお、なんかバトルとしてはいいね、うん、面白い要素ですよね、はい、でこのハウス・オブ・ザ・ドラゴンって、まあ、言ったら、まあ、異母兄弟の玉座争いなんですけど、うん、はい、このベラリオン公とレーニス・ベラリオンも、うん、まあ、どっちかというか誰かと対峙するようなポジションにいずれ、はい、行ったとするならば、まあ、ドラゴンライダーと、はい、そして海軍というね、うん、すごい大きな軍を持ってるキャラクターなんで、うん、まあ、面白そうな動きを見せてくれそうですよね、はいはい、そして7枚目ファビアン・フランケル演じるサー・クリストン・コールですね。ドーン人の血を引くサー・クリストンはブラックヘイブンの領主のカサイの息子として生まれた。彼には土地や称号の権利はなく、あるのは名誉と剣の腕前だけである。ということで、まあ、衣装からしても分かるんですが、彼は、まあ、キングズガードの一員で、まあ、イケメンで、まあ、惜しいキャラになりそうな予感って感じなんですけど、うん、彼のねキングズガードの衣装ってゲームオブスローンズのキングズガードとちょっと違うんですよね。そうですね、はい、こっちの方がね、あのもっと白というか、うん、白マントっていう名前がふさわしい感じですよね、はい、でも彼もまたその1分の、ね、予告動画には上からのアングルで、馬上槍試合でね戦うオレンジの、ね、盾を持った人物と、あとは、デーモンターガリエンとね対峙してるようなシーンもありましたが、うん、はっきりこうあの鎧を着てねピントが合ってる状態で写ってるスチール写真は初めてかなという感じですかね、はい、はい。
そして8枚目は、園谷水野演じる、ミサリアという人物ですね。彼女は何も持たずにウェスタロスへやってきて、思い出せないほど何度も売られて衰弱してもおかしくはなかった。しかし彼女は王位継承者であるプリンスデーモン・ターガリエンに最も信頼され、同盟者となるまでに成長したという、ね、かなり魅力的なキャラクターですよね。めっちゃ可愛い相変わらずね、美しいという感じなんですけど、うん、1分の予告動画でも一瞬しか映らなかったんですが、はい、まあまあ変わらずすごく魅力的なオーラをまとってる感じで、うん、なんか衣装もすごい独特かなと思うんですけど、なんか以前ちょっとバリスっぽいみたいなこと言ってませんでした、ケンさん。そうです。まあ、ミサリアはどういう人物かっていうと、はい、最初はねただの娼婦みたいな感じだったんですけど、うん、彼女は情報、はい、まあ、バリスみたいに情報の力で上まで上り詰めた。なるほど。そのバリスってその情報網を巡らせてるのが、まあ、スパイダーと言われるね、はい、ゆえなんですけど、このミサリアの今回アップされた衣装はすごくね、木の幹が多岐にわたってすごい生い茂ってる感じで、はいはいはい、中に着てるワンピースも葉っぱの模様がねあったりするので、うん、まあなんとなく、まあ、スパイダーと対比するような木の枝をね張り巡らして情報をキャッチしてるようなイメージが、ね、あーなるほどね、つきやすい衣装は着てますよね。確かに、はい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 、うん、だから何も持たずにってことなんで、 もちろん名字もない人物なんで、はい、その紋章とかはね、はい、ないわけなんですよね。そうだと思います、うん、そして9枚目がリス・エヴァンス演じるオットー・ハイタワーですね。彼はビチェーリス・ターガリエン王の王の手を務めています。王の手は王と王国の両方に忠実に使える人物である。王の手は王国にとって最大の脅威は王の弟であるデーモンと彼の王位継承者としての地位であると考えているというふうに、キャラクター紹介文はされていますが、うん、めっちゃ悪そうな顔をしてますけど大丈夫ですか？どうなんですかね、うん、なんか不気味な笑顔がすごくいいんですけど。そうですよね。一番当初にね挙げられた写真ではすごくいいお父ちゃんっていう感じのね、うん、感じなんですね。でこのオットー・ハイタワーは、オリビア・クック演じるアリセント・ハイタワーの父親でもあるということなので、うん、アリセント・ハイタワーと何らかの、ま、企みがあるのかどうかわからないですけど、はい、1分の予告動画では手元しかね映らなかったので、はっきりとこのリス・エヴァンスが演じているオットー・ハイタワーというか、もう演技をしている感じの雰囲気のオットー・ハイタワーは今回が初めて、うん、と言ってもいい感じの表情をしてますよね、はい、うん、なんかどうですか、見た目本当に悪そうで、紹介文では王と王国の両方に忠実に使えるみたいなねことを書いてるんですが、うん、まあ決してそう見えないかな、うん、まあ、印象としては、うん、ちょっとタイウィン的な要素も感じますし、うんうん、リトルフィンガースーツの仕立て方はリトルフィンガーで、ネックレスの2連でするタイプ、うん、2連派の、ね、方なんですけど、そうそう、この悪そうな顔の王の手がどういう風に王国に、響いていくかという感じは気になるところではありますね、はいはい、そして最後がヤングプリンセスレーニラ・ターガリエン、これはミリー・オールコークが演じます。そしてヤング・アリセント・ハイタワー、これはエミリー・キャリーが演じていますが、まあ言ったらあれですね、若いバージョン、若い時代の時のレーニラ・ターガリエンとアリセント・ハイタワーの役者さんということで、はい、まあ仲は良さそうですけど、うん、この双竜の舞踏という物語自体が最終的にはまあ玉座争い、異母兄弟での玉座争いなんですよね、うん、それが具体的に誰が戦うかというと、このレーニラ・ターガリエン、ヴィセーリス王の一人目の第一子であるレーニラ・ターガリエンと、ヴィセーリス王の二人目の奥さんであるアリセント・ハイタワーの子供たちが戦うということなんで、はい、いずれこの二人は対決というポジションには
乗っていくんですよね。そうです、うん、この2人は今すごい仲良さそうにしてますけど、うん、後々超バチバチの関係、うーん、だからそう思うとこのね仲良さそうな雰囲気すら怪しく見えてくるんですけど、はい、だからどうですかね、このヤングバージョンの描かれ方がまだね分かってないんですけど、はい、あの昔の動画でねちょっと言ったと思うんですけど、うん、あの当初はこのヤングバージョンはフラッシュバックで結構使われるのかなっていう予想はしたんですが、はい、あのリーク写真とか、うん、リーク動画を追っていくとこの2人の出演時間って結構長そうなんですよ。うーん、だからフラッシュバックでちょい役みたいな感じではなくて、うん、まあ、シーズン1のとあるエピソードまではこの2人がまあ主演みたいな感じ、はいはいはい、で、そのこの若いバージョンが終わったとしたらオールドバージョンに入れ替わりみたいな、だから全10話のうちでねそれをどういう風に描いていくかも楽しみなんですけど、うん、はい、なんか同時進行とかでも面白そうですよね。そうですね、うん、まあ、こっちはややこしくなりますけど見てて、うん、うん、でこの2人の少女は一部の予告動画でも後ろ姿だけ映っていましたよね。はい、はい、まあ、今回のねスチル写真でアップされたようにレイニラはターガリエンの色でもある黒と赤の衣装を身にまとっていて、うん、アリセント・ハイタワーの方は薄緑色のような、うん、衣装を着てますけど、はい、まあ、これが後々いわゆる国葬派と水槽派、はい、ブラックスとグリーンズという風な対立する一派同士になっていくわけですよね。そうです、あの総理の舞踏はブラックスとグリーンズ、うん、まあ、国葬派と水槽派の2つのチームに分かれてバトルしていくっていう物語です、はい、うん、なるほど、はい、そうですね。で今回新しく発表された数枚のスチル写真は、まあ、今までね発表されていたキャラクターとか、まあ、俳優さんのものだったんですけど、今回ねあの8月21日公開っていう風に発表されたことに合わせて、まあ、HBO 公式のサイトが、まあ、更新されてるということで、まあ、新たにねキャストも発表されてるんですか？そうです、うん、あの公式サイトが更新されてまして、はい、キャスト情報のところが、うん、メインキャストとサブキャストに分かれてる、うん、まあ、正確に言うとスターリング、まあ、主演とアディショナルの追加、うん、に分かれて紹介されてまして、主演はですね、まあ、さっき説明したような9名がいるんですが、うん、追加キャストは全部で20名、はい、上がってました。で、公式写真はまだないんですけど、今回ですね新たに6名がその追加キャストに加わりました、うん、で今からねその6名を説明したいと思うんですが、うん、他の14名は過去の動画でも説明済みなんで、はい、まあ、割愛しますけど、はい、まあ、詳しく知りたいなら概要欄にリンクを貼っときます。はい、そうですね、はい、ということで、6名、うん、いきます。もうこっからはもうカタカナの勝負みたいなとこ始まるんで、はい、ちょっともう子守歌のように流し聞きでも構いませんので、はい、あのもう何ですかね寝落ちしていただいて大丈夫ですよ、こっから、はいはい、寝落ちしない人のために言っておきたいんですけど、はい、簡単な相関図を YouTube の方に貼り付けますので、うん、まあ、作るのは私なんでそんな簡単に言わないでいただけますかねそれをあれめっちゃ大変なんですよ作るの。それを見ないと多分分かんないと思います。そうですね、カタカナが難しいんですよ。はい、はい、じゃあ1人目いきます。ベイラ・ターガリン、はい、演じるのはベサニー・アントニア、うん、彼女はですねレーナ・ベラリオンの長女、はい、で妖竜ムーンダンサーの乗り手。妖竜ってのはチャイルド・ドラゴンみたいな感じですかね、はい、幼い竜。はいはいはい、はい、でまずあのこのベーラに行く前にこのレーナ誰やねんっていう話なんですけど、そうなんですよ、はい、このレーナは先ほどの新ビジュアルというか新スチル写真でお伝えしましたコアリーズ・ベラリオンとレーニス・ベラリオンの娘、はい、レーナですね、はい、はい、だからおじいちゃんおばあちゃんがコアリーズとレーニス、はい、その娘がレーナ、はい、でその娘がベイラ。だからまあゲームオブスローンズってどうやったかちょっと今パッと思いつかないんですけど、少なくともハウスオブザドラゴンでは3世代出てくるってことですよね。うん、うん、そうです。おじいちゃんお母さん子供みたいな。そう、うーん、だから
孫たちの世代まで語り継がれるというか、なるほどなるほど、はい、登場人物が出てくるみたいな感じです。で2人目、レイナ・ターガリエン。え、レイナ、はい、うん、レイナ・ターガリエンはレイナ・ベラリオンの次女でベイラの妹、つまりですよ、はい、お母さんがレイナ、レイナ・ベラリオンね、でその娘たちがベイラとレイナっていう双子。なるほど、はい、ちなみにこのお母ちゃんであるレイナのお兄ちゃんはレイナーですよね。そうですだからレイナ、レイナ、はい、レイナ、だからキャーミーとキャミーとキャミーがいるみたいな感じですよね。そう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 、コアリーズ・ベラリオン、レイニス・ベラリオンの娘がレイナーとレイナで、うん、レイナの方の子供がベイラとレイナですよね、うん、はいはい、レイナって棒のレイナと、レイ、はいはい、あいうえのいいね、レイナーとレイナとレイナがいるってことですよね。そうそうそう、はい、はい、そうです、うん、でこのレイナ・ターガリエンもドラゴンライダーでして、うん、アイリューはモーニング、めっちゃいい名前、はい、すがすがしい、そう、朝朝あもうどんどんいきます、はい、3人目、ジェセアリーズ・ベラリオン。ジェセアリーズ、はい、ヘじゃなくて、ヘじゃない、ジェヘアリーズって言いましたよね。ジェヘアリーズはビセイリス王のお父さん。おお、今回はジェセ、はいはい、ジェセアリーズ、そうです、はい、演じるのはハリー・コレットさんなんですけど、うん、ジェセアリーズはレイニラ・ターガリエンの長男。ああのレイニラね、はい、エマ・ダーシー演じるレイニラ、うん、おお、はい、あこのジェセアリスってすごい言いにくいと思うんですけど、うん、本ではジェイス、あもうそれでいこう、はい、それがええわ、はい、ジェイスと呼ばれてます、ジェイスでいこう、はいはい、でこのねジェイスもドラゴンライダーで、うん、アイリューはバーマックス、なんかもうもはやドラゴンの名前を覚えた方が早そうな気しますけどね、うん、そうですね、ジェセアリーズ、はい、だからジェセアリーズのおじいちゃんがジェヘアリーズってことでしょ。そうです、合ってるよ、違う、ひじいちゃんじゃない、ジェヘアリーズ・ビセイリス・レイニラ・ジェヘアリーズでしょ。あ、そうかそうかそうか、だからレイニラは自分のおじいちゃんがジェヘアリーズなんですよね。レイニラにとってのおじいちゃんはジェヘアリーズ、はい、はい、それと一文字違いのジェセアリーズっていう名前を自分の息子につけた。そうだからジェセアリーズのひいじいちゃんがジェヘアリーズもうええわって感じですけど、まあ、まあ別に覚える必要ないです。でもそうね、略してジェイス・バーマックスということでね、はいはい、4人目、エーゴン・ターガリエン。やっと出てきたエーゴン、はい、これ超ビッグキャラなんですけど、はい、エーゴン・ターガリエン演じるのはトム・グリーン・カーニーさん、うん、エーゴン・ターガリエンはビセイリス王の長男ですね、うん、つまりビセイリス・ターガリエンとアリセント・ハイタワーにできた子供。なるほど、でこのエーゴンがレイニラ・ターガリエンとイボ兄弟なんですけど、イボ兄弟同士で鉄の玉座を争うのが総理の武道。やっと出てきたよ、はい、そうです、うーん、だからレイニラとイボ兄弟ですね、うんうん、でこのエーゴンはドラゴンライダーで知って、アイリーはサンファイヤ ー、 このサンファイヤーは当の昔にコンセプトアートが発表されてるんですよ、はいはい、サンファイヤーはね七王国で最も美しいドラゴン、うーん、だからあのオレンジと黄色が混じったようなね、うん、ドラゴンですよね、はい、5人目、エイモンド・ターガリエン、うん、演じるのはユアン・ミッチェルさん、うん、エイモンドはビセイリスの第二子でデイモンの甥、うん、レイニラの異母兄弟。もう分からんわだからエイモンドはビセイリスとアリセント・ハイタワーの子供。あ、だからさっきのエーゴン君の弟ね。そうです、あ、なるほど、次男ですね、だから、はあはあはあ、はい、だからそのこの世界って結構男児が優先されて王位継承権がね、うん、言われるじゃないですか、はい、なのでアリセントとビセイリスが結婚して男の子が生まれた時点で、うん、このエマ・ダーシー演じるレイニラ・ターガリエンの王位継承順位は彼らよりも下になってしまってる可能性があるってことですかね。うーん、というかまあなんかね言った言わないみたいなやつ世界になっちゃう。なるほどなるほど。ですけどレイナに王位継承権あげるよって言った後に、うん、いやいや俺でしょみたいな、はいはいはい、
みたいな対決になってます。なるほどなるほど、はい、エーモンドもドラゴンライダーでして、アイリューは、まあ、ゲームオブスローンズで有名なシーンなんですけど、おー、はい、あのうんーのシーンですか。そう、あうんーのシーンなんですけどいやこれで分かる人だいぶマニアですけどね、うん、シーズン1のですね、はい、ビセイリス、うん、あのダメな方のビセイリスの、うん、お風呂のシーンがありまして、うんーって言ってるやつでしょ。そうです、はい、そのうんーを確認してください、はいはい、6人目ヘレイナ・ターガリエン、うん、演じるのはフィア・サバン、はい、彼女はですねビセイリスの次女で、はい、エイゴンとエイモンドの姉妹、うん、でレーニラのイボ姉妹。なるほど。だからビセイリスとアリセンとは子供が3人います。はい、長男がエイゴンで次男がエイモンド、うん、はい、で女の子がヘレーナ、うん、でこのヘレーナはドラゴンライダー、アイリューはドリームファイヤー。へえ、なんかもう、はい、今回だから発表された人みんなドラゴンライダー。そうです、6人ドラゴンライダー、うん、めっちゃ、だからこの間までね発表した主要キャラとか、まあ、追加キャラの中にも何人かドラゴンライダーいましたけど、さらにまた6人ドラゴン出てくるってことですよね、はい、うーん、なるほどなるほど。ちなみにですね、これまあ覚えなくていいんですけど、原作の方でねビセイリスとアリセンとの間って4人子供生まれるんですよ、うん、はいはいはい、で三男のデイロンっていう子がいるんですけど、うん、デイロンは今回の公式サイトに載ってなかったので、はい、まあ、カットされるのかな。あ、その可能性もまあもちろんありますよね、うん、まあ、多分登場人物多すぎる問題ではいカットしたと思います。うーん、なるほど。今回新しくね発表された6人の段階でも頭がこんがらがっちゃう感じなんですけど、はい、まあ、私たちも結構考えながら、カタカナと写真とね対峙しながらすごい戦いながら喋ってるんですけど、うん、もしかしてハウス・オブ・ザ・ドラゴンシーズン1を見切った後にもう一回この音声を聞くと、うん、あ、はいはいはいみたいなね、うん、腑に落ちるような、ね、解説にはなるかもしれないので、はい、まあ、何回も何回も確認と思って、ね、聞いていただければいいかなと思います、はいはい、あのキャミさん相関図頑張ってください。はいめっちゃ下向くじゃん、間に合うかな、はい、まあ、ということでね、最後に気になる、これ一番気になりますよね、うん、日本でのリアルタイム配信はあるのか、配信時期は一体いつになるんですかというような情報を、ね、共有していきたいと思います、はい、あのその前にちょっと言いたいんですけど、うん、これね推測が入ってるというか、はい、まだ、ね、決まってないんですよ、はい、なのである程度予想だと思って聞いてほしいんですが、うん、日本の場合は配信はおそらく U-NEXT、うん、でリアルタイム配信があるかどうかはまだわからない。これが現実ですよ、はい、まあ、どういうことかというとですね、ゲームオブスローンズとか、まあ、例えば最終章のシーズン8はスターチャンネルの BS 放送とか、うん、スターチャンネル EX でリアルタイム配信を行ってたんですよね、うん、まあ、世界同時放送だったんですけど、その後ですね2021年3月に U-NEXT がワーナーメディア、ワーナーメディアは HBO の親会社なんですけど、うん、U-NEXT がワーナーメディアと独占パートナーシップ契約を結びました、はい、つまりですね日本における HBO 作品は現在 U-NEXT 独占となってるんですよ、はい、なのでもうスターチャンネルでは、まあ、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンとか、うん、HBO 作品はもうやらないと思います。だからその独占パートナーシップ結んでるってことなんで、うん、今ゲームオブスローンズがアマゾンプライムで見れてるのがちょっと奇跡的なところもあるのかな。そうです、うーん、今後はだから U-NEXT だけで見れるドラマになる可能性も大いにあり得るということですよね、うんうん、もう Hulu でも見れなくなったし、そうですね、Amazon はいずれなくなる可能性が非常に高い、うん、ただゲースローは結構特別らしいんですよ、うんうんうん、これはまあ、 あの中の人にちょっと聞いたんですけど、うん、ゲースローは特別らしいんで、ちょっと例外かもしれないですけど、うん、そしてですね U-NEXT が HBO の独占配信権を獲得してから、うん、リアルタイム配信を行った HBO の新作、うん、一つもないんですよ。え、やばくね。そう、やべえんですよ。え、U-NEXT まだ1
回も HBO の作品をリアルタイム配信してないってことですよね、うん、そうです。だ、だいたいアメリカ放送から 2,3 ヶ月ぐらい遅れて、うん、Unext で配信してくれてるような状況。あ、じゃあ遅れてでは配信してるんだ。はい、まあ、じゃあハウスオブザドラゴン少なくとも遅れて配信するとしたら、うん、まあ、8月のね21日に初回なんで、うん、まあ、10月の末とか11月入ってから配信されるのはまあまあまあほぼ確定と言ってはいいかもしれないですが、リアルタイムがいいですよね。というかリアルタイムじゃないとネタバレになっちゃうじゃないですか。はい、もうね、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンは HBO がめちゃめちゃ力入れてるっていうのもあるし、もともとねゲーソルがあんだけ人気あったから、うん、もうね配信とか放送された後にもう SNS とか、まあ、YouTube とか、うん、もう何でも上がっちゃうんですよ。無理ですよね、うん、絶対ネタバレ避けれないと思うんで、うん、だからもうねやってもらうしかないっていうかお願いしますとしか言いようがないんですけど、強気の検査出てますけど、まあもうこれは署名しますか。うん、誰か署名とか得意な人いないですかね。そうですね、まあ募りましょうか。そうですね、はい、それかなんかちょっと親戚とかすごい辿ったら Unext に就職してる人がいそうですけど、どうですか、おらんかな、うん、キャミがすれば。あ、私が今から就活して、うん、まあ、今日3月31日ですけど、はい、4月1日入社で、うん、いけるっしょ今から願書書いて、うん、私就活したことないですけど大丈夫ですか本当に何やってんすかだからね、もう我々はねできることはあるとしたら、うん、やっぱねリアルタイム配信お願いしますっていうね声を上げていく。そうですね、はい、もう決してこれはね Unext さんを追い込むというか追い詰めるつもりは全くないんですけど、うん、ただそんなに声を上げることは大事だと思うんで、はい、どれだけリアルタイム配信を待っている人がいるかっていうのを証明しましょう。そうですね、はい、まあ、Unext さんにこの、ね、声が届けばいいなと思いながら、うん、まあ、収録してるわけなんですけれども、はい、どうですか、面白いですか。絶対に面白い。あ、そう、はい、自信ある。これ言わせたんですけど、はい、Amazon プライムビデオの、うん、ロード・バザ・リング、はい、はい、かぶります。ハウス・オブ・ザ・ドラゴンとかぶっちゃいます。ファンタジーかぶり、はい、ロード・オブ・ザ・リングは9月2日、まああれは金曜日ですけど、うん、から全8話かな、うん、で、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンは8月の21の日曜日から週1、うん、そうかそうか、だから9月10月の段階でだらかぶりですよね、うん、だし最終話あたり、もうラストエピソードほぼかぶってんじゃない。え、ロード・オブ・ザ・リングもリアルタイム配信なんですか。あれはアマゾンだからリアルタイム配信。なるほど、あえて被らしてきたのかな、じゃあ、うん、っていうことですね、うん、私の見解なんですけど、うん、それだけ自信があるってことだと思います。うーん、 HBO としてはなるほど、うん、まあ、でもそのハウス・オブ・ザ・ドラゴンって、うん、まあ、ゲーム・オブ・スローンズの前日さんだから、うん、もう絶対におもろいって思って見る人と、うん、もう鼻からその何ですかね、否定的に見る人って絶対いるじゃないですか。もう面白すぎてというか、まあ、人気がありすぎて、はい、最初からもう否定的にかかってくる人って絶対いるから、そういう意味では、うん、まあ、評価がどうなるかは分かんないし、そのロード・オブ・ザ・リングって言ったら子供も見るドラマだから、うん、まあ、視聴者の数は圧倒的にハウス・オブ・ザ・ドラゴンが少ないと思うんですけど、うん、そうですね、それでもケンさんはもう自信を持って、うん、面白いと言えますか。面白いと言えますし、うん、爆発的な人気が出ると思います。というかあのシーズン8を未だにね結構批判してる人、はい、世界中に多いと思うんですけど、うん、その人たちも絶対見ると思うんで、まあ批判するために見る人もいるでしょうしね。そうですね、うん、あのやっぱハウス・オブ・ザ・ドラゴンのニュースとか出ると、はい、あの SNS とかでもね、うん、爆発的にバズったりするので、うーん、あの自信あります今回。絶対に面白いと言えますか。絶対に面白い。まずねストーリーが面白い。あ、もう原作読んでますもんね。まあそうですね、うん、それでも楽しめる自信があるんだ。うん、絶対あります。面白くなかったら、うん、シェームシェーム。そうですね、俺のシェームシェーム誰か見たい人いるかな、まあ、そこはボディーダブルで
あ、ボディダブルだったらまあまあ大丈夫ですか、はいはい、そうですね、はい、ということでちょっと思った以上に長い音声になってしまったんですけどです、ね、あのまあ今回はね、あの後半のあのカタカナのカタカナ祭りみたいなとこは特に覚えなくてもいいんで、まあ、あこういう登場人物が出てこういうビジュアルなんだなというのをね再認識していただける、まあ、コンテンツになればいいかなというふうに思っています。うん、あと最後にちょっと言いたいんですけど、はい、あの詳しいキャラ紹介とか、はい、まあ全部過去動画で、うん、言ってるので、はい、YouTube の方に貼り付けときます、はい、あとねブログもやってまして、はい、そこにもね、詳しいストーリーとか、うん、いろいろ書いてあるので、はい、そちらも見てください。わかりました、はい、ということでね8月21日放送なんですけれども日本では翌日22日の10時が一応リアルタイムの時間なんで、うん、まあ、リアルタイムでやるか分かんないんですけれども8月22日月曜日午前中以降10回の月曜日は全てあの有給を取るように、うん、あの皆様におすすめ、仕事やめましょう、はい、こっちの方が重要でしょ、まあ、私はあの U-NEXT の方に就職しますので、はい、そちらの方で有給を取らせていただきたいと思います、はい、それではまた次回バラームルクリス。